どうも、下井くんです。みんな生きてるかーい。さあ、ということでね、もう桜早速契約しておりますんでね、その中身を大公開していきますっていうほどオーバーじゃないんだけどね。さあ、順を追ってね、説明していきたいんだけど、やっぱりね、結果を先にドンと出すのが YouTube だと思いますんで、下井くんが契約した内容紹介はこれだ。はい、X グレードの暁サンライズカッパー、イエーイ。なぜ X グレードかは発表の後説明しましょう。はい、このシーズンカラーの暁カッパーが7万7000円のね、この特別カラーなんでこの金額になっております。そして内装は黒ブラック。もちろんね、プレミアムパッケージは選べないんでね、もうしょうがないですね。そしてメーカーオプションはこれを選びました。この44万5000円のフルパックみたいなやつ、ナビもプロパイロットも SOS も全部ついた、 LED もついたやつのフルパックですね。一番高いパックをチョイスしてます。あとはね、いろいろあるけどもう何もチョイスしてないです。はい、その理由もちゃんとありますんでね。はい、そしてね、充電ケーブルが実はこれついてないんですけど、5万5000円、それ下井くん買いませんでした。はい、これね、これ買わなくてもいい理由があって、実はヤフオクでもう、はい、下井くんもすでに落札しておりました先日落札しましたね。17,800円でリーフの 200V のやつが落札されております。これは下井くんが落札したんでここで安く上げました。まあどうせ一緒のやつがついてくるからね。まあだから中古でいいんじゃないかな。はい、ということでこれが以上なんですよ。はい、合計が52万2500円来たよ。もうこれだけでほぼ G グレードに達してるからね。 G グレードはこれにインテリアの加速と運転席のシートヒーターとハンドルヒーターがついてるからね。あとは一緒、まあ、だからその差だと思っていいんじゃない。はい、そしてディーラーオプションが ETC2.0 のセットアップはこれディーラーでやるんだね。はい、これが33,000円。ドライブレコーダー前後のやつが77,380円。これね、乗ってるんだけどこれもしかしたら省く可能性がある。今んとこ入れてるけど。はい、フロアカーペットが22,000円ですね。はい、車検証ケースが1540円になりますね。はい、販売車両のリサイクル料金だね、皆さんがよく取られてるやつ。これが新車でまずこれを取られて、中古だとなんか委託金みたいな感じで取られるのかな。まあとにかく新車だとこれぐらいかかる。シュレッダーダスト料金が4,830円。はい、エアバック類料金が2,000円。フロン類料金は0円。情報処理料金が1,300円。預かりリサイクル予託金が6,960円。これ返してもらえるのかな、何なんだろうね。資金管理料金が290円、合計が7,250円。まあこれは大体みんな同じにかかるんじゃない。はい、で販売所費用が、まあここはね本当にね、ディーラーによって違ってくるし地方によっても違ってくる。はい、検査登録手続き代行が19,800円。はい、車庫証明手続き代行18,700円。もうこれね、下井君自分でも全然できるし、誰でもできる、簡単に最寄りの警察署、管轄の警察署に行くだけなんで、まあ本当は誰でも取れるし、なんなら地方によっては車庫証明いらないっていうのも軽自動車の特有なんでね。まあここは本当に人によって違う金額かな。ただ東京の場合はこれもう取らせてくれないですね、自分で。ディーラーの理由としては、あの軽自動車の車庫証明取らない人がいて、それが問題になるっていう話なんだよね。ナンバーを取って 2,3 週間以内に警察署に届けないといけないっていうのがあるんだけどね、それは自分でやればいいんだけど、まあそれを信用されてないからディーラーがやるってことになってますね。すぐ終わるからね、これ本当にすぐ終わるから。これでね、 18,700円、高いよマジで。自分でやったらもっと安いからね。はい、納車費用9,900円。はい、下取りはないんでね0円で、 GP 保証っていうのがあって、これが8,300円。これが何だったかな、忘れちゃった。はい、で諸費用の合計が56,700円ですね。販売所費用の非課税分のとこが11番の検査登録届け出手続き2,970円がかかりますね。あとはかからないね。はい、そして
ロードサービス関連で0円。はい、ここ。はい、これに日産 eBay 安心プラスというメンテナンスパックに入りました。これは電気自動車が町の整備工場とかでは見てもらえないっていうのと、整備手帳に記録されないとやはりリセールにちょっと問題が出てくるかなと思ったんで、やっぱり日産で見てもらうのがいいなと思ってこれに入りました。メンテプロパック EV プラスって書いてますね。これが 68,120 円。はい、販売車両リサイクル料金はさっき計算したやつだね、7,250円で、合計が 78,340 円。チャリンチャリンチャリーン。はい、で税金関係を見てみましょう。東京都の場合だからね、はい、自動車税が0円。これはおそらく東京都だけなのかな、他の自治体にもよるけど、まあ地方自治体が軽自動車は徴収するから、まあこんな感じの0円ですね理由はわからん。はい、自動車重量税も0円ですね。これは最初の車検までが確か0円なはずで、その後も一応 EV 特典みたいな感じの重量税にはなるはず。まあとりあえず最初0円で、環境性能割も0、まあ関係ないんだね。で自賠責 27,330 円、これはかかりますね、当然だけど。はい、ということで合計が 27,330 円かかります。まあこれは本当安いよね、重量税とか自動車税がないっていうのが本当に、まあ、これすらもなんか優遇されてんなと思う。まあ割引されてるようなもんだもんね。はい、すべての合計を合わせると318,890円。ジャギジャギジャギーン。結構いったな。これは本当に G グレードと差がないぞって思うんだけど、まあもう G グレードも同じ感じで増やしてたら10万の差で、もちろん G グレードだからいろんな装備を足したくなるよね。15インチにしたくなったり、プレミアムパッケージにしたくなったり、あとはねプロパイロットパーキングとかもつけたくなったりすると、まあそれで20万とか25万の差になっちゃうって感じかな。まあそれを安いと思うか高いと思うかなんだけどね。はい、皆さんの気になる値引きなんですけど、値引き額はブル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 じゃん。はい、0円。発売当日、そのディーラー第1号の客はなんと値引きありませんでした。結構シェイク粘ったんだけどね、まあ店長さんまで、来ていただいて、店長さんにお伺いしていただいてもダメでしたね。これは、ね、多分店長さんレベルじゃ無理なんでしょう、おそらくね。もうそういう風に売るって決まってるんだと思います。もう粘ってフロアマットでも安くしてくれたらすぐ契約しますって言ったけど、すいません無理ですって言われました。もうこれ、ここフロアマットもダメだったらどうしようもないわと思ったもんね。まあ東京っていうのは補助金で恵まれてますし、補助金の出ないところもあると思いますんで、やっぱり補助金の出ないところのお客さんにはやっぱりある程度値引きっていうのは絶対あると思います。じゃないと不公平すぎるもんね。さあ、このお金をどうやって工面するか分かってほしいのは、補助金はナンバーをつけてから申請して 2,3 ヶ月後に降りるってものなんですよ。だから現時点ではちゃんとこれ支払わないといけないってことだけはみんなね、間違えないでね。これ間違える人絶対いると思うんだけど、車屋さんで割引してくれるんじゃないんです、補助金を。ちゃんとこの311万、320万、330万払わなきゃいけない。当たり前のことなんだけどね、まあ、知らない人は知らないだろうな。下役もちょっと前まで知らなかったからね、はってなったけどね。ただ下役はこれを払うことができる方策を考えました。さあ、下役がどうやってこのね、低所得者の下役がどうやってお金を工面したかっていうのを次回ね、動画にしたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。下井くんでした。じゃあねー。